横浜スパークリングトワイライト2018海のイベント夜の部のご案内です。まもなく午後6時50分よりイルミネーションを施したたくさんの船舶が山下公園前に集まるトワイライトジュエリーポート、午後7時30分より盛大な花火が打ち上がります。今年は7年目ということで、例年に比べさらにグレードアップした花火を予定しております。もう少々お待ちください。ご来場の皆様にお知らせいたします。水際の通路、緊急通路はただいま封鎖しております。この後ご観覧される方は海に向かって右側のスパークリング花火観覧エリアをご利用ください。なお山下公園内は大変混み合っております。向かわれる際は公園外の公園通りからご移動いただきますようお願いいたします。繰り返しお知らせいたします。水際の通路、緊急の通路はただいま封鎖しております。この後ご観覧される方は海に向かって右側のスパークリング花火観覧エリアをご利用ください。なお山下公園内は大変混み合っております。向かわれる際は公園外の公園通りからご移動いただきますようお願いいたします。
まもなくトワイライトジュエリーポートです。イルミネーションを施したたくさんの船舶がここ横浜港を幻想的な世界へと変えてくれます。普段こんなに近くでたくさんのジュエリーポートが見られることはなかなかないです。今年もたくさんの方が協力してくださっています。おささん、いよいよですよ、この素晴らしい景色と海に浮かぶイルミネーション、はい、じっくり楽しんでいただきたいですね。そうですね、はい、また昨日と違った船もたくさん来てくれていますので、ね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、
ご来場の皆様にご案内いたします。この後スパークリング花火をご覧いただく際、風向きによっては花火の細かい燃えかすなどが落ちてきて体に当たったり目に入ったりすることがございます。十分ご注意ください。また万が一目に入った時にはこすらずに洗い流してください。繰り返しご案内いたします。この後スパークリング花火をご覧いただく際、風向きによっては花火の細かい燃えかすなどが落ちてきて体に当たったり目に入ったりすることがございます。十分ご注意ください。また万が一目に入った時にはこすらずに洗い流してください。
本日は横浜スパークリングトワイライト2018にご来場いただき誠にありがとうございます。ただいま海に向かって右側の山下ふ頭スパークリング花火観覧エリアは入場制限を行っております。ただいまからの入場はできなくなりますのでご了承ください。なお再入場される方は再入場券をお持ちいただくようお願い申し上げます。繰り返しご案内いたします。ただいま海に向かって右側の山下ふ頭スパークリング花火観覧エリアは入場制限を行っております。ただいまからの入場はできなくなりますのでご了承ください。なお再入場される方は再入場券をお持ちいただくようお願い申し上げます。
皆様ジュエリーポートはお楽しみいただけていますでしょうか。おささん、とても綺麗ですけどどうですか。綺麗ですね。それぞれ工夫してこう装飾していただいて、ちっちゃい子も手を振ってくれたりとかしてましたけれども、はい、続いて今入ってきているのは営業船とね、今よりちょっと大きな船になるんですけれども、はいはい、またこちらもね違う感じで綺麗ですけれども、うん、はい、ここからどんどんまた日がね落ちててどん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 光も鮮明になっていくと思うんでね、はい、そうですね、はい、じっくり見ていただきたいと思います。はい、一緒に楽しみましょう。はい、